えー、このブログもですねずいぶん長く使ったのをやってきまして、まあ、ここ10年ぐらいはですね、えー、まああまり正確じゃありませんがほぼ毎日、えー、ブログを書いてきました私にとってみれば非常に頭を整理するのにも役立ったしやっぱりブログを書くとなるといろいろ調査をしたりなんかしますから私の基礎的な力あの知識も増えますしですね それから読者の方も随分いろいろご援助を頂い,いてですねやってきたわけですがこの頃非常に壁にぶつかってるわけですどういう壁かっていうと日本社会がどん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 こう科学的でないっていう点は昔からなんですけども最近ではあの合理的でもなくなってしまったんですよね。まあ、あの,あの 新潟県でコロナのかかった最初の患者さんが自殺されたりですねまあちょっと中性っていう感じがすするんですねそれでそのこの,レあのブログもですねきちっと順序を立てて一から組み上げてやっていくっていうのを主体にしてたんですねですからコロナの1とか2とかこういうのをやってたんですがちょっとそういうのがこうできなくなってきてですね 例えば歴史のことなりコロナのことなりいろいろ地方自治のことなりを話そうとすると1から20くらいまでまずは何でもやってからでないとまともな議論ができないっていうまあ日本社会になってしまったんですね。でそうなりますと今度は本当にこんな社会を子どもたちにつないでいいのかなと思ったりしてるうちに混乱してくるっていう感じになりましたので。 ここで一回リセットしてですね、話の時間という名前をつけて、個別にですね、矛盾したところを、まあ、あまりこう一から順番に一、二、三、4っていくような感じじゃなくて、ポンポンとですね、えー、整理をして、私の頭を整理をしてから再スタートしようと、まあ、こういうふうに思いました。第一番目はこのレジ袋の有料化の話なんですけども、 まあどこへ行ってもですね最近は女性も本当に困ってなんか一個ずつ出されたらどうとかお店の方もそうでなんか詰めなきゃいけないとかなんかあるしあーそれから店の経営の方も万引きが随分増えるとかですねまあそういうことがあってまあ転やわんやしてるわけです、えー、これはあの国会がなんか決めたんですかねなんか決めたんですよねでこの頃のあの議員っていうのはですね 国民を困らせようとしてやるっていうそういう感じなんですよねあそれ誰のために言ったら「いやなんかコスタリカの亀のために」とか言ってですね訳が分かんないわけですよあまりに距離が遠いんで何も言えないってわけですねこういうのはまあコンクリートから人へっていう民主党が政権を取って鳩山さんが首相になった時に「コンクリートから人へ」っつってみんなが「そうだそうだ」っつって「あの時随分日本は損しました」 えー、もちろん高速道路とかそういうのが途中でダメになって随分損害もあったしそれから今の水害なんかもそうですねダムの建設なんかもああいう時に止まってしまってですね非常に不合理なこう日本列島になってしまったわけですね。えー、今度のレジ袋の追放というのは本当にこう何て言うかそれの惨状ぐらいっていうかですね、えー、まあこのプラスチックの排斥運動っていうのは これ周期的に出てくるんですよこの周期的に出てくるというのは何か人間とプラスチックの間にですね何かこうしっくりこないことがあるんですね人間やっぱり生物が好きなもんですから木材とか藁とかまあそういうものをしっくりですねまあ、そういったものに対しては親和性があるんですが プラスチックって何か無機質のよよううに感じられるようなんでもともとプラスチックは生物の死骸なんですが、まあ、完全に死骸をもう一回人間の手で、えー、作り直すものですからねだから天然品と少し違った感じがするんですねただ私あの昔デザインをちょっと教えてた時に私は木で作ったものは殺して生物を殺して、えー、作ったもののように見える それに対してプラスチックで作ったものはもうすでに死んだ生物を使うので私はできれば死んだ生物を使うプラスチックの方が生きた木を切って作ったものよりか心が穏やかになると言ってですねみんながびっくりされたことを覚えてます、まあ、こういったことはその人,に人が感じる感じ方っていうのはですねその人がその知っている範囲なんかにも よるわけですねそれでこのプラスチックの排斥運動っては常に科学を全く無視して映像手動の迷信を作るっていうやつなんですね。これはあの湾岸戦争の時に、まあ、有名な話ですが湾岸戦争の時にあるたちの悪い記者がですね写真家か記者がですね、えー、海鳥に重油をぶちかけるんですよ。そうすすと海鳥は飛べなくなくりますからね にままみれて飛べなくなくりますその埋めえてる海鳥を写真撮って全世界に配ってこれがフセイン大統領のやってることだっつってもう全然関係ないことを報道したんですねあの頃フセイン大統領の軍隊の爆撃でクエとトかなんかの油が流れたんですねあたかもそれのように作り上げたっていうことなんですね 人間がこの映像に影響を受けるっていうのは別に悪いことではないつまり美術作品でも映画でもテレビでも映像に訴えて人間の心を動かすわけですからいいんですけどもそれがあのヒットラーなんかの宣伝なんかでもよく言われるように悪意でものをやるとですねその影響っていうのは結局まあ 何百万人のユダヤ人が殺されたり戦争で何千万人が死んだりという結果をもたらすんですよ。えー、っとあの錯覚する人はですねいいじゃないか錯覚ぐらいしたって亀、えー、に,にプラスチックのストローが刺さってるとそれを持って何か世界的な運動にしようというと、まあ、そこに金が相当入ってですねそれから広告会社なんかも入って。 それでヨーロッパとかアメリカからダーッと出てくるんですね。そうそれはもうよーく考えられているわけですね。あの見かけは何か不意に <laughs> え学生かなんかが見つけたような体裁を取ってますけれども、その実はその、えー、プラスチックの排斥運動なんかに繋がっているわけです。このプラスチック排,排斥運動というのは単なる <laughs> 環境運動という場合もあるしですね、そういう場合は普通は少なくて、 何か別にこれを売りたいとかですね。そういうその下心のある人たちがお金を出すっていう場合が多いんですね。まあの、日本のマスコミですね。私がまあよく批判しているマスコミ nhk なんかもそうなんですが、えそういったマスコミがですね。もう少し自分たちの立場をよく考えてその背景も含めてコスタリカの亀にストローが刺さってたというのは一体どういうことなのかと。 まいううこととを考えててて報道しくくれれば、まあ、随分みんんみなの心は変わってくると思うんですね、まあ、例えば、えー、コスタリカの亀にストローが刺さってるったらどうしてこんなふうにうまく刺さるんでしょうかねと、まあ、それを考えただけで随分あ報道しただけで随分違うと思うんですね。僕はあれはアメリカの学生がアルバイト料をもらってコスタリカに行って亀にストローを刺して写真を撮ったと思います。 亀はそれほど愚かではありませんからもう偶然で偶然でもああいうことは起こらないと思うし偶然に起こった一つと二つの霊を世界から発見するってことも非常に珍しいと思いますね。しかしそれと何か、えー、もしかするとコーヒー屋さんなんかと提携している可能性もあるんですね。私はまあこういうい えー、陰謀論のようなものを今まで全然やってきませんでしたそれはどうしてかっていうと陰謀は必ず表に出ますだから表に出たところできちっと言えばいいんですが世の中がこれほど作為に満ちてお金にまみれた場合はですね若干裏にあるあの陰謀っていうかですね例えば、えー、イラクに攻め入るためアメリカ軍がイラクに攻めるために 水鳥に自分で、えー、原油をかけてベトベトしてますからねものすごい真っ黒でその鳥を写真撮ることによって全世界にばらまけば戦争に対する反対が少なくなるからやろうとかですねそれからプラスチックを排斥したいので結局このプラスチック排斥運動が、えー、アホなっつっていいんでしょうねアホな日本の国会議員を動かしてそれでまあ小池百合子さんなんかその典型なんですけどね えー、日,本日本のために何をするかとかいいことをしようかなんてことは、ま、全く考えてないもうゼロから100まで、えー、自分が議員として祝ってられるお金が来るということだけが動機っていう人が、まあ、おられてですね、まあ、そういう人がそのプラあのコスタリカの仮面にプラスチックのストローが入ってるのがですねいけないとこれをどん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 発展させてそしてついには 日本のレジ袋の排斥とといいう、うんでもない、えー、法律を作るようにななるっていうことなんですね。まあ、レジ袋のについての科学的なことをちょっと話がこう今日は及ばなかったものですから、えー、明日にでもレジ袋というものが何にも環境にかんあの悪くなるようなものではない、まあ、ここに書いたように物は何のためにあるのかコンクリートは何のためにあるのか。 それは人が水害で死なないとかですねそれから便利に人生の時間を有意義に使って移動できる高速道路ですねそういったもののためにコンクリートがあるもちろんビルもそうですねプラスチックもそうでプラスチックって別に環境を汚すものでないので、まあ、みんなが快適に買い物をしたりそれから快適に物を捨てることができればですね、まあ、人間はどうしても ものを買ったり物を捨てたりしなければ楽しい人生を送ることができませんからねそれはもう仕方がないことですから、えー、それに役立てればいいんですねプラスチックより人へなんていう話はもともとなくてコンクリートそのものが人に役立つものでありプラスチックそのものが人の生活を豊かにするものであると、まあ、いう原点までですねこのブログで話さなきゃんないのもちょっと何なんで。 今日から少し話の時間ということで私の気持ちを立て直してからまあ系統だった話をしていこうとそういうふうに思います。